ナイナイチチュットマイちゃんです。ダイダネシギナタックンです。ニコニコリンクトキちゃんです。はい、というわけで今回はですね、はい、なんとあの大人気企画ポケモン特性あるある第2弾。前回ですね、まあいろいろなね特性を僕らこちらでね3人で再現したんですけれども、今回は第2弾やらせていただきますという感じでございます。やったあくまでこちらはね、あのゲームの特性の名前と効果をねもじってはいるんですけど、ポケルン TV なりの解釈と演出でお送りしておりますので、その辺はご了承いただければと思います。お願いします。それでは早速あるある見ていきましょう。やばい、トキちゃん、あ、毒状態になっちゃってさ、萌えちゃん、あ、ダメだ、ダメだ、今日ダメな日だ、ダメだ、トキちゃん、このマヒーになっちゃうか、マヒーに、マヒーに、マヒーに、お、直した。あ、さすがだよ、トキちゃん、これが癒しの心か、いやーよかった、よかった、よかった。トキちゃん、トキちゃん、マヒーちゃん、トキちゃん、凍っちゃった、トキちゃん、トキちゃん、凍っちゃった、トキちゃん、凍っちゃった、トキちゃん、凍っちゃったって、ダメだ、トキちゃん、マヒーちゃん、あ、ダメだ、トキタマシか、トキタマシか、トキちゃん、ダメだ、凍っちゃったって。トキちゃん、マヒーちゃん、やけど状態になっちゃう、マヒーちゃん、この後、お、あー、さすがだよ、トキちゃん、トキちゃんいたら、どんな状態以上も怖くないな、トキタマだけど。トキちゃん、お、なんか大声対決のさ、うん、大会があんだけどさ、あれのちょっと練習しようと思って、うん、ちょっと俺のさ、あーをさ、うんうん、あの見ててくんない？うん、行くよ。あー、ダメ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 、じゃあもう一回やるね。どこがいいとかちょっと教えてくれたら。わかった、うん。あー、あー、ちょっと、うん、あれだね、勢いはいいけど、うん、出てないね、声は。あ、出てない、うん、どうやったらうまくできるか、ちょっと見本見してほしい。いいよ、いい、いくよ、うん、あー、あー、なんだこれ、すげーさ、濡れたんだけど。えぇ、ー、なにこれ、滝行買ってくらいすげー濡れたんだけど。びしょびしょだ、おい、すごいだろこれ。何それ、見た目おもろいんだけど、これめちゃくちゃ大発明だから。何それ、これ今から叩いてかぶってじゃんけんぽんやるじゃん。うん、でもこれはゴツゴツメットみたいなもん。え、じゃあ私がダメージ食らうってこと？そう、めっちゃ不利じゃん。そうだよ。え、でも、うん、私とある特性持ってるから多分そういうの効かないよ。いや、もう全然そんなんもまやかしですわ。はーい、言ったね。ああ、よし、いくぞ。叩いてかぶってじゃんけんぽん、よし、よし、うっ、いっ、物理、え、全然人平気だった。いや、嘘だ、いや、嘘だ、さすがにへっちゃら、さすがにこのゴツゴツメットバージョン6にはもう全然かなわない。全然痛くなかったよ。嘘だよ、30ぐらい食らったはず。じゃあ次素手でいくわ。オッケー、素手なんか絶対ダメ。いや、いけます。叩いてかぶってじゃんけんぽん、あー、あー、ほら、いって、衝撃、痛くない、嘘つけ、痛くない、なにこれ。いや、多分軽くこうやって触れても痛くない。マジやってみ、全然痛くないから。おお、食らったー、痛くない、嘘つけ、本当に痛くないよ。あ、じゃあ逆に私がつけるわ、それ。オッケー、いや、これがおかしいってのワンチャンあるからね。はい、いくよ、うん、空手チョップ、あ、たーいてー、萌えちゃん、それを持ってるということは、このリアル剣道初段を持っているタックンとチャンバラで勝負ってことだよな。いや、大丈夫、逃げるわ。あれ、逃げるか、逃げるか、逃げれると思ったか。あれなんで、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 不思議に思うだろう。そう、君は勝負から逃げることはできない。なんで、それはそういう特性を持っているからさ。え、トキちゃんこっち来ちゃダメだよ、今危ない。よし、今危ない、あー、トキちゃん危ないよ。え、今影組ってやつでさ、うん、逃げられなくなっちゃったんだよ。ほんとだ、どうしよう、よくわかったな、どうしよう、逃げたい。トキちゃん、え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 、なんで、なんで、あー、どこに逃げよう。トキちゃん、トキちゃん、え、ちょっと一回ここで、うん、俺と睨み合って、うん、うわ、よし、うわ、うわ、あ、わかった。
タイプだから聞かないんだ。オーマイガー。よしみんな、あのめちゃくちゃでかい巨大マックスしたマー君とレイドバトルだ。よーし、よーし、戦えるぞ。まずい、マー君の素早さが意外と速くてマー君の岩だだれだ。頑丈を持っているからな。HP が1だけ残ったぜ。うわー、すごい反撃だ。よし、次のレイドバトルの相手はソラ君だ。よし、ソラ君トイゼトラあれ、あ、そうだ、足吸盤ついてた。特製吸盤だった。久々だな、トキちゃん。え、なんか、俺はもう強いトレーナーズのグッズが来たぜ。何？この勝負で初めて出すぜ。でん、ボルのパソコン。ボルのパソコンはコインを2回投げて全て表なら、自分のトラッシュから好きなカードを1枚選び、相手に見せて手札に加えることができる。えぇ、ー、うらーい。裏だ。だがな、トキちゃん、この穴もう1回使うぜ。なんで、そんな。ボルのパソコン。よっしゃ、いやもう俺は夢中なんだよ、このボロのパソコンにな。ボロのパソコンに夢中って何？素晴らしいカードだぜ。うわー、表、もっかいだ。やめて、もういいよ。うわー、もういいよ。表だ。うわー、はなんだか表になる確率も 1.5 倍になった気がするぜ。確かによし、俺はトラッシュからこのフーローというのに加えるぜ。そしてもう一丁、ボロのパソコンだ。行くぜ。うらー、 1.5 倍。まただ。 1.5 倍、行くぞ。おりゃー。 あ、 1.5 倍だけど 100% ではないね。確かに。ねえ、聞いて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 。私最近眠るの技を覚えたんだよね。だから二人を今から眠らせちゃいたいと思います。寝るぞ寝るぞ。では歌わせていただきます。ペーペリーン、おおペーペリーン、あおうペーペリーン。あれ、なんで？え、どうぞ続けたって。え、なんで？なんで寝ないの？え、本当だ。これ眠らせる技なんだけど。あれだ。そういえば私特製不眠持ってたわ。あー、だからだ。でもタックンは寝たね。うん、しよう。おはよう。早っ。いや、なんかすげえ気持ちよかった気がする。やっぱ寝るっていいね。え、なんかめっちゃ早くない？めっちゃ早かった。ペッペリン。うん。ペッペ。あー、よかった。ちゃった。うわー、待って、俺だって特製早起き持ってるから。だからか。はい、以上でございました。楽しかった。もうさ、いろんなこう面白いね特製が出てきたと思うんだけど、もえちゃん何が一番こう印象に残ってる？いや、私最後かな。やっぱなんかあの眠らないとかさ、早く起きちゃうみたいなのさ、ちょっとびっくりするし楽しいなって思った。確かにね。いや、なんかでもさ、あのそういうさ特製持ってる子、修学旅行の時とかにいたよね。なかなか寝ない子がさ。確かに。眠たいんだよみたいな、早く起きちゃうみたいな。マー君っぽかった。確かに。でもマー君はずっと寝てる。寝てるわ。トキちゃんは何が一番？なんだろうな、食いしん坊とかかな。確かに一人で食べてたもんな。なんかそれ面白いよね。なんか体力あるのに木の実食べちゃうっていう。確かに。マー君やん。確かに。お腹いっぱい
でも食べちゃうもんな、ずっとお腹空いてるということで、前回とは一味違ったちょっと面白い感じの特性がね登場したと思うんですけれども、今後もぜひこちらのコーナー好評でしたら第3弾と続けてやっていきたいと思っておりますので、ぜひ皆様コメントそして高評価の方お願いします。お願いします。それでは今回の動画が面白かったよって思ってくれたら、ぜひ高評価チャンネル登録お願いします。お願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバーイ。